ボイシーは日本の音声プラットフォーム。日本では最大級であると歌っている。株式会社ボイシーが運営2016年9月23日にサービスを開始。審査通過率1%の厳選されたパーソナリティを中心に2021年6月時点で800以上のチャンネルが誕生したとされる。プレスリリースによれば2021年2月時点で サービス全体の月間聴取時間100万時間、2021年3月時点で月間利用者数が250万マウを超えた。審査通過率1%の厳選されたパーソナリティによる配信や新聞、雑誌などのニュースの音声配信を聞くことができる。プレミアムリスナー製の月額課金機能。リスナーが 月額の会員費を支払うことによって、チャンネルのプレミアムな存在になることができるもの。パーソナリティは、有料会員限定のコンテンツを発信可能。2020年9月に開始したサービスだが、開始4ヶ月で、流通総額が1000万円を突破した。ボイシーファンラボボイシーとファンによるコミュニティ。 ボイシーファンフェスタ人気パーソナリティとファンがつながる年1回開催の祭事。求止する音声配信メディア、ボイシーパーソナリティを厳選して情報提供。日本印刷新聞社。2021年6月14日閲覧。ボイジーの月間聴取時間、サービス全体で100万時間を突破。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン。 PR Times 2021年6月14日、閲覧。ボイジーの月間利用者数が250万マウを突破。2021年からの3ヶ月で2.5倍に。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン。PR Times 2021年6月14日、閲覧。急信する音声配信メディア、ボイジーパーソナリティを厳選して、情報提供。 日本印刷新聞社。2021年6月14日閲覧。ボイシー、声の月額課金機能、プレミアムリスナーの流通総額が1000万円を突破。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン、PR タイムズ。2021年6月14日、閲覧。個性豊かなチャンネルが勢揃い。株式会社、ボイシー、声の放送局アプリ、ボイシーをリリース。 プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン PR タイムズ2021年6月14日閲覧声で新しい文化を作るボイシー資金調達を実施有力エンジェル投資家らが12名参加アプリベータ版を大幅リニューアルプレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン PR タイムズ2021年6月14日閲覧アスキー音声ニュースアプリ ボイシーグーグルアシスタントへ、コンテンツ提供開始。週刊アスキー。2021年6月14日閲覧。ボイシーファンフェスタ声でつながる特別な場所。ボイシーファンフェスタ声でつながる特別な場所。2021年6月14日閲覧。ボイシーながら、日経スタートしました。次の日経を考えるチームノート。 ノート、2021年6月14日閲覧。テッククランチ、スタートアップテクノロジーニュース。テッククランチ、2021年6月14日、閲覧。ボイスメディアボイシー、高まる音声需要に対応し、2020年12月より、アプリを大規模リニューアル。プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン、PR タイムズ、2021年6月14日。 閲覧。ありがとうございます。